チーム併殺打数。阪神、65併殺打、年換算 123.9、日ハム、59、115.6、横浜、59、115.6、千葉、58、113.6、巨人、56、105.4、東京、54、104.4、福岡、53、105.3、9、51、98.6、中日、49、92.2、楽天、43、85.4、西武、42、83.4、広島、41、81.4、例年100前後。飛ばないボールだから、間抜けずゲッツー増えてるのか。と思って調べたが他シーズンと比べても大きく変わらなかった。西武が併殺少ないのは他のチームと理由が違う気がする。大山、誰がこんなにゲッツー打ってるんや。中野と大山がえぐい量産してる気がする。2007年楽天の144併殺ってやばかったんだな。打っても単打が多いから残塁は増えてる気がする。併殺って相手守備が良くないとね。阪神とか横浜とかヤクルト相手だとボロボロしてくれるやん。西武はそもそも出塁が。阪神ってチーム打率は最下位やった気がするが、そのくせ併殺は最多なのか。巨人は監督がバント大好きなのにこの順位なのか。足の速い選手がスタメンに多いかどうかやな。得点が多いチームはその分併殺機会が増える。だからしゃあないわな。打てないのに多いチームはクソ。巨人バント大好きな割に併殺上位なんやな。併殺だけじゃなく併殺があり得る状況の数も必要やな。パリーグで一番打てないロッテが併殺数上位なのは派手にヤバいな。阪神多いのに勝ってるよな。バントは正しかったね。